こんにちは、オキです。よろしくお願いします。今回の動画では皆さんご存知ラッドウィンプスというバンドの中で僕が個人的に好きな曲ベスト5を紹介していこうと思います。前の動画ではラッドウィンプスの深すぎる歌詞の世界観っていうのを紹介したんですけど、今回はその歌詞とかも踏まえつつトータルで考えてランキングを考えてみました。ラッドウィンプスは僕はもう個人的には小学生の頃から聴いていたりとか、あとはコピーバンドをしたり、人生で初めて行ったライブがラッドだったりとか、もうかなり青春を捧げてきたバンドと言っても過言ではないので、すごい思い入れは強いんですけど、なので5曲に絞るっていうのはもうかなり難しかったんですけど、まあ今の僕が選ぶならこれになるかなっていう感じで選んでみました。最近出ているような曲っていうのも、まあ、一応聴いて追ってはいるんですけど、やっぱり思い入れの強さとかで言うと、その当時学生の頃とか聴いてた曲がやっぱ今回もランキングで固まりましたね。このベスト5紹介っていう動画は過去にもライズというバンドで一回やっているので、ぜひそちらも見てみてください。それじゃあ早速ランキングの方を紹介していこうと思います。はい、じゃあまず第5位から紹介していこうと思います。第5位はヘックシュンです。ヘックシュンという曲は悲しっていう曲と両 A 面でリリースされたサードシングルですね。2005年にリリースされました。ラッドウィンプスにとってはインディーズで出した最後の作品になってます。アルバムで言うとラッドウィンプス3無人島に持って行き忘れた1枚っていうアルバムに収録されていて、でそのアルバムが僕が小学校5年か6年ぐらいの時にラッドを初めて聴いたアルバムだったんですよ。なのでやっぱりその最初こっから入ったっていう意味でもそのアルバムへの思い入れも強いので、ヘクシュンはその中でも好きな曲ですね。で曲調としてはもうなんていうんですかね、ラッド特有のあのぐちゃぐちゃとした感じ、僕はそういうの個人的にラッド感って呼んでるんですけど、そういうラッド感がある楽曲で、もう早口だし英語とかもいっぱい入ってくるし、あとは歌詞もラッド特有の言い回しというか表現方法だったりするんで、それが本当に好きですね。歌詞の内容としては一応もう曲通してずっと怒っているような歌詞なんですけど、まあ普通に曲を聴いているだけだったら内容っていうのはあんまりよくわかんないと思うんで、でもそれも歌詞とか覚えて、あの早口の歌詞をバーって自分でも歌えるようになると、結構もうなんか歌ってて気持ちいい感じもするので、そういうところでも好きな曲です。なのでそういうラッド感がある楽曲って結構ラッド初期の曲だと特に多いと思うんですけど、その中でも僕は好きな曲としてヘックシュンを第5位に選びました。はい、続いて第4位紹介していこうと思います。第4位は By My Side という楽曲です。こちらは先ほどのヘックシュンとは打って変わってかなり落ち着いた曲調の楽曲なんですけど、2006年にリリースされた刹那連鎖っていう8枚目のシングルのカップリングとして収録されている楽曲です。この曲はアルバムには収録されてないですね。アルバム未収録ではあるんですけど、2016年の時に熊本の地震の被災地支援のためにこの新録バージョンを配信したりとか、でその新録バージョンにはワンオクのタカさんとかも参加していたりしたので、なのでまあラッド最近知った方とかでもこの曲聴いたことあるっていう方も多いんじゃないでしょうか。でも僕は個人的にはやっぱりその元々の原曲の方が好きですね。 By My Side っていうカタカナ表記ではあるんですけど、まあ意味としてはそのまんまあの By My Side っていう英単語をまあカタカナ表記にしたっていう感じのタイトルになってます。で曲調っていうのは先ほども言った通りかなり落ち着いた雰囲気の楽曲で、もうあのヘックシュンを歌ってた同じバンドとは思えないほどの振り幅があるんですけど、もう最初本当に弾き語りのような感じで入っていって、でどん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 バンドが入っていって盛り上がっていくような展開になっているのが好きですね。であとは刹那連鎖っていう楽曲のカップリングになっているというだけあるっていうか、もうかなり切ない歌詞になってます。内容としてはこうお別れした相手へのラブレターみたいな感じの意味になっていて、もうほぼほぼ英語の歌詞ではあるんですけど、僕実際高校生の時に和訳して歌詞を調べたりしましたね。多分当時は今ほどそのインターネットで調べても歌詞の解釈だったり歌詞の意味だったりそういうのっていうのが今ほどはあんまなかったと思うんで、結構僕も自分で和訳をしたりとか自分で歌詞考察をしたりとかやってましたね。で最後ボーカルの陽次郎のバイマイサイっていう歌がどん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 重なってって、こう最後のフレーズに行って終わっていくっていうところがすごい好きです。はい、続いて第3位を紹介しようと思います。第3位はグーの音という楽曲です。こちらもシングルのカップリングの楽曲なんですけど、2008年にリリースされたオーダーメイドという楽曲のカップリング曲です。先ほどの刹那連鎖の次にリリースされた9枚目のシングルですね。この曲もアルバムには収録されてなくて、だからそれくらいやっぱラッドの曲っていうのはアルバム未収録のシングルのカップリングの曲っていうのもかなり完成度が高いと思います。でラッドインプスはこのシングルでバンドとして初めて週間オリコンチャートの1位を獲得したような作品です。
で A 面のオーダーメイドっていうのがかなり落ち着いたような楽曲なんですけど、その曲とは打って変わってカップリングのこのグーの音はすごいロック調というか、まあ、盛り上がるような楽曲になってます。まあ、タイトルのグーの音っていうのは、まあ、あのそのままグーの音も出ないというような言葉がありますけど、そこからの意味になってますね。でこの曲は僕はとにかくギターのフレーズというか、もうギター自体が曲通して大好きで、まあ、あのリフとかもそうですし、ソロとかももうずっとかっこいいですね、ギターが。先ほどお話ししたラット感とはまたちょっと別の感じの楽曲なんですけど、でもテンポも速いし、すごい盛り上がる、ぶち上がる楽曲ですね。もう全部英語の歌詞で、まあ、洋次郎はもともと帰国子女で英語もペラペラなんで、そういう流暢な英語の歌詞もすごい早口だし、個人的にはそれも意味も和訳したりしたんですけど、とにかくこの楽曲はもう曲が僕は大好きです。まあ、歌詞の意味とかよりはその歌もやっぱり音として入ってくるような感じで、とにかく曲として大好きです。で先ほど言ったそのカップリングがいいっていう風なお話をしたんですけど、他にもアンチクローンだったりとかハイパーベンチレーションとかもカップリング枠としてあるんですけど、その辺の楽曲と結構近いような雰囲気の楽曲ですね。はい、続いて第2位を紹介していこうと思います。もういよいよ残すところあと2曲です。第2位はモノモライという楽曲です。今までシングルとかのカップリングが結構続いたんですけど、この曲はアルバムのみに収録されている楽曲で、2011年にリリースされた絶対絶命っていうアルバムに収録されています。ラッティンプスの6枚目のアルバムですね。で調べたところ、この楽曲はもうリリースツアーとかも含めて1回もライブで披露されていないみたいですね。なんかこの曲にそういう特別な意味がもしかしたらあるのかもしれないです。この曲の歌詞考察を僕が自分で高校生の頃にしたぐらい聞き込んだ大好きな楽曲になります。でこの曲が収録されているその絶対絶命というアルバムは、人間の生と死だったりとか、あと命についてとか、あと生きる意味についてとかを歌っているような曲が多いんですけど、でこのモノモライという楽曲では、そのラッドインプスが以前から歌っていたようなその恋愛系のテーマのような内容の曲でありながらも、その絶対絶命のアルバムの内容に沿ったような表現に置き換えられているような歌詞だったりするところが面白いんですよね。この楽曲はもう全部日本語の歌詞になっているので、その幼児ヨウジロウの優しい歌声っていうのも存分に味わえる楽曲だと思います。演奏面ではやっぱり最近のラットインプスっていうのは結構いろんな楽器の音を取り入れたりとか、デジタル音っぽいサウンドが入ってきたりとか、結構挑戦的なことをいろいろやっていると思うんですけど、やっぱこの2011年この頃っていうのがシンプルでストレートなバンドとしての完成度っていうのが一番仕上がっていたような時代だと思って好きです。はい、それでは最後いよいよ1位を発表していこうと思います。流行る僕が個人的に選ぶラッドインプスの中で一番大好きな楽曲はなんちってになります。なんちっては2005年にリリースされたラッドインプス2発展途上っていうアルバムに収録されています。ラッドインプスにとってインディーズ時代最後のアルバムでありながら、ベースの武田さんとドラムの山口さんが加入して初めてのアルバムになっていて、もう実際ラッドインプスっていうのはその固まった4人のメンバーでずっと活動を続けていくことになります。なのでこの曲っていうのはもうかなり初期の楽曲ではあるんですけど、今でもたまにライブでやったりとかすごい盛り上がるし、人気もかなり高い楽曲だと思います。僕はアルバムの中でもこの発展途上が一番大好きなアルバムではあるんですけど、やっぱりこのなんちってっていう曲は特にそのラッドインプスのメンバーがまだ若い頃の、まだ多分10代か20歳ぐらいだと思うんですけど、それぐらいの頃の初期衝動みたいなもう勢いっていうのがすごい表されているような楽曲だと思います。僕がラッドインプスのコピーバンドをしていた時もギターを弾いていたんですけど、この楽曲の時はもうギターを弾かずにハンドマイクで歌ったりしましたね。でこの曲はまあ歌詞の意味とかは特にもう考えずに、もう曲としてもうずっとぶち上がれるようなすごいかっこいい楽曲で、一回最後の方で曲が止まってなんかセリフが入ってきたりするのも面白いですし、日本史と英史のバランスっていうのもいいですし、ラット特有のユーモアっていうところもあるし、そのストレートなロックとしてのかっこよさっていうのももうすごいあって、もう本当に言うことなしですね。で最後もう英語でバーって早口になってって、曲がもうガーって最高潮まで盛り上がってって、最後なんちってねって曲がスパッて終わったりするのも最高だと思います。ライブ映像とかをたくさん見てる人は最後そこでよくできましたって言いたくなりますよね。以上、ラッドインプスの好きな楽曲ベスト5を紹介してきました。やっぱり結構昔の曲に偏りましたけど、結構僕と同じ世代の方とかは共感していただける方も多いんじゃないですかね。もし最近ラッドインプスを知ったっていう方だったり、若い方とかはもし知らない楽曲とかがあればぜひ参考にしてみてください。今回このランキングを考えていて、惜しくもランク外になったというか、まあ悩んで選びたかったなっていうのだと、ヤドカリとか、あとは奇跡とか、
あと7日とか、この辺が僕は好きですね。皆さんのラッドインプスの好きな楽曲っていうのもぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。